こんにちは。ゆっくりヨウムだにょん。前回までは房総半島を舞台に、グルメやバトルを投稿してきたにょん。さて、主は先日一泊二日の旅行に行ってきて、当然いろんな列車に乗りまくったにょん。行き先などの詳細はネタバレになるのでここでは控えるにょん。素材が多く動画編集に時間がかかりそうなので、まだ投稿してない、近場の列車の沿線風景をお届けするにょん。それでは、ゆっくりしていってねー。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さあ、今回はここ千葉駅から総武線各駅に乗車して、お茶の水を目指すのぜ。総武線各駅なら終点の中野か三鷹まで乗り通さないの？他にも撮影したい路線があるから、ここではあくまでも総武線の区間のみとするようなのぜ。なるほどね。総武線各駅は1、2番線ホームだったね。E231 系500番台だね。52編成すべて山手線から転属した現在の主力車両だぜ。かつての主力だった0番台もまだ残ってるんだよね。出発したぜ。主にラッシュ時の通勤で利用してるから、全面展望で乗車するのって新鮮だよね。朝のラッシュ時は女性専用車両になってるからな。それじゃあ過ぎてしまったが千葉駅について紹介するぜ。ふむふむ。2022年度の1日平均乗車人員は 94,864 人。県庁所在地の中心駅だが、千葉県内では西船橋駅、船橋駅、柏駅に次ぐ第4位だぜ。思ったより少ないんだねー。ただ JR 各線相互の乗り換え車数は含まれていないため、実際の駅利用者は数字以上に多いと言われてるぜ。つまりこの数字は京成やモノレールからの乗り換えと、千葉駅にアクセスするバスからの乗客が大半ってことなんだね。総武本線や成田線、内房線、外房線から乗車している乗客はカウントされていないということなのぜ。西千葉駅だぜ。2022年度の1日平均乗車人員は 19,406 人。千葉大学西千葉キャンパスや千葉経済大学をはじめ、多くの高等教育機関や学校が集積する千葉市屈指の文教地区だぜ。典型的な学生街だね。稲毛駅だぜ。2022年度の1日平均乗車人員は 43,078 人。内陸の各団地からバス路線が多く設定されているぜ。埋め立て前の稲毛は海水浴や潮干狩りの客で賑わうリゾート地だったね。快速だ。15両編成ってこんなに長いんだねー。東関東自動車道とクロスだぜ。新ケミ川駅だぜ。2022年度の1日平均乗車人員は 19,677 人。京成千葉線と並走する区間で唯一京成より後に開業した駅なのぜ。だからこの駅だけ新がついてるのね。沿線住民からは新ケミと呼ばれているぜ。さっそうと成田エクスプレスが過ぎ去ってくねー。BB ベースだぜ。目的地まで自転車積んで房総サイクリングを満喫できるんだよね。幕張駅だぜ。2022年度の1日平均乗車人員は 14,113 人。島式ホーム2面3線になっているのは、本格パイプライン稼働前の成田空港にジェット燃料を暫定輸送していた貨物列車をスイッチバックさせるために設けられたもののようだぜ。一日一本だけ始発列車が設定されてるよね。ここから津田沼の手前まで京成千葉線と並走だぜ。
かつてここでスピード勝負が行われてた区間だね。ちなみにその頃は幕張本郷駅は開業されていないので、わざわざ GHQ がこの区間での競争を禁止する通達を出したほどだったんだよね。そしてこの踏切は花立踏切といって、総武線東京千葉間で唯一の踏切だぜ。京成も走ってるし、開かずの踏切なんじゃね？立体交差化の事業計画は出ているようだが、費用対効果が低いことから腰が重いようなのぜ。自動車は通れないみたいだからさほど重要と思ってないのかな？京葉道路だぜ。総武線とクロスするために坂道になってるんだが、これがしばしば東京方面の渋滞の原因となってるぜ。特にど休日の夕方だね。幕張本郷駅だぜ。2022年度の1日平均乗車人員は 24,874 人。総武線と本線含めた京成線が同一構内にある唯一の駅だぜ。船橋も駅は近いけど同じ構内じゃないもんね。そして何より幕張新都心へ向かうバスが多く発着してるが、すでに飽和状態で、新交通システムや LRT を導入する声もあるが、財政的な点で話が進んでいないようだぜ。京成千葉線を幕張新都心経由に経路変更したら、って話を前の動画で紹介したね。そして左側の車窓が畑になると奈良市の市だぜ。この下に京成本線が走ってるぜ。そして京成千葉線とはここでお別れだね。幕張車両センターへ向かう回送だね。朝のお役目を終えて一休みするのぜ。こっちは千葉方面に向かう快速だね。そして新京成線の立橋だぜ。今日も見えなかったねー。お、E231系0 番台やねー。有地線に改装してるのぜ。津田沼駅だぜ。2022年度の1日平均乗車人員は 85,072 人。千葉県内では西船橋駅、船橋駅、柏駅、千葉駅に次ぐ第5位だぜ。東京メトロ東西線も乗り入れてるしねー。ちなみに駅舎及び改札は奈良市の市側だが、ホーム西側及び北口西端の一部は船橋市だぜ。奈良市の市だけでなく、船橋市東部の玄関口としても機能しているんだねー。左に行くと奈良市の運輸区の車両基地があるぜ。朝はここから大量に津田沼始発の列車が出勤されるんだよね。東船橋駅だぜ。2022年度の1日平均乗車人員は 18,745 人。総武線の福福線が千葉駅まで延長された1981年10月1日、幕張本郷駅とともに地元の西岸駅として開業されたぜ。総武本線の中では最も新しい駅だね。サッカーや野球で有名な市立船橋高校の最寄り駅だぜ。あ、快速が抜いていった。これは追いつけなさそうだねー。船橋駅だぜ。2022年度の1日平均乗車人員は 119,230 人。千葉県内では西船橋駅に次ぐ第2位だぜ。京成線や東武の打線からの乗り換え客だね。それもあるが、広大な路線網を持つ船橋新京成バスの影響も大きいのぜ。船橋市内の鉄道空白地帯を完全網羅してるよね。ここで京成本線とクロスだね。東京メトロ東西線が総武線直通するための立体交差だね。東西線が津田沼方面へ乗り入れるときに通る線路だぜ。そして津田沼から東西線に乗り入れるためのポイントだね。ここでクロスだぜ。そ
して西船橋折り返し用の留置線だね。東西線が津田沼に乗り入れてる時間帯はここ西船橋始発が多く設定されているのぜ。西船橋駅だぜ。2022年度の1日平均乗車人員は 119,941 人。これは千葉県内では最多だぜ。ちょっと離れてるけど京成西船駅からも乗り換えてくるよね。これで仮に快速が止まるようになったらさらに混雑が増すのは必至なのぜ。その分乗客が東西線に持っていかれるからってあえて設置しない説あるよね。ここで東西線とはおさらばだぜ。そしてまた中野で合流するんだよね。と思うが実は飯田橋でも接続してるのぜ。北側にある神楽坂や早稲田、高田馬場を経由するんだよね。下総中山駅だぜ。2022年度の1日平均乗車人員は 28,47 人。駅舎は船橋市だがすぐ近くが市川市との境なので、市川市からの利用客も多いぜ。ちょっと歩くけど京成中山駅からも乗り換えできるよね。日蓮宗大本山として知られる中山法華経寺の門前町だぜ。元八幡駅だぜ。2022年度の1日平均乗車人員は 51,805 人。都営地下鉄新宿線との接続駅だぜ。京成電鉄本社もある京成本線八幡駅も近いよね。そして市川市役所の行政施設や商業施設が集まってるのも元八幡駅だぜ。市川駅じゃないんだねー。市川駅だぜ。2022年度の1日平均乗車人員は 52,412 人。総武本線の前身である総武鉄道開業時の起点駅だぜ。京成本線の市川真間駅とは北に約500メートルほど離れているよね。そして南口に地上45階の超高層ビルアイリンクタウン市川の展望室は無料で利用できるぜ。東京スカイツリーや富士山、ディズニーリゾートなどが見渡せるよね。江戸川だぜ。千葉県はここまでだねー。ちなみに江戸川を渡る鉄道は総武本線の他に下流から京葉線、東京メトロ東西線、京成本線、北総線、常磐線、つくばエクスプレス、武蔵野線、東武野田線と千葉県の鉄道すべてがこの江戸川を渡ることになるのぜ。小岩駅だぜ。2022年度の1日平均乗車人員は 55,563 人。特定特市内制度における東京都区内はこの小岩駅までだぜ。駅周辺には学校が多く、歓楽街、商店街も密集しているよね。小規模なコリアタウンも形成されているようだぜ。新中川、旧名中川放水路だぜ。水害対策で戦後に開削された放水路だね。新金貨物線との合流地点に近づいてるぜ。ちょうど快速がかぶっちゃってるねー。そして新小岩信号場に入線する上り線と立体交差する高架線だぜ。貨物駅じゃないんだねー。機関車の方向転換や一部貨車の入れ替え作業を行う小さな操車場として扱っているようなのぜ。越中島貨物駅方面は非電化区間だから、ディーゼル機関車へのつなぎ替えが必要だしね。新小岩駅だぜ。2022年度の1日平均乗車人員は 66,535 人。新小岩信号場駅に昇格した経緯から地名である小松が使用されなかったのぜ。地元は下総小松駅を要望してたようだね。北陸本線に小松駅がすでに存在してるので下総をつけてるのぜ。
ここから亀戸まで越中島貨物駅への越中島支線と並走だぜ。まずは中川だぜ。この上に首都高速中央環状線が走ってるね。併流している荒川の堤防上に建設されているぜ。そして荒川だぜ。上流は長瀞渓谷など、秩父鉄道にとっての観光資源として利用されてるよね。由来は字の通り、過去に幾度となく荒れ地域に水害をもたらしたことから来ているのぜ。なるほどねー。平井駅だぜ。2022年度の1日平均乗車人員は 28,656 人。乗り換えのない単独駅はこの平井駅までだぜ。だから都心に近いのにちょっと少なめなんだね。ちなみに愛媛県の伊予鉄道にも平井駅があるのぜ。急中川だぜ。越中島支線が高架化してくねー。この先総武本線と交差するのぜ。亀戸駅だぜ。2022年度の1日平均乗車人員は 49,618 人。東武鉄道亀戸線との接続駅だぜ。国有化前は総武本線に乗り入れてたんだよね。当時は亀戸線が本線扱いだったのぜ。そして以前動画で投稿した亀戸餃子は駅から5分以内だったね。錦糸町駅だぜ。2022年度の1日平均乗車人員は 87,590 人。東京駅方面の本線とお茶の水駅方面の支線との分岐駅となっているのぜ。で、こっちは各駅だからお茶の水方面の支線だったね。ちなみに総武鉄道時代は本所駅という駅名だったのぜ。そして東京メトロ半蔵門線と乗り換えできるね。このポイントが快速線と観光線との点線を行うのぜ。特急あずさや新宿若潮、新宿さざ波とかだね。快速線はここから地下に潜ってくのぜ。両国橋駅時代のターミナル遺構がまだ残ってるねー。両国駅だぜ。2022年度の1日平均乗車人員は 31,301 人。お茶の水に延伸する1932年までは総武本線のターミナル駅だったのぜ。そして東京駅延伸後も一部の特急や急行がこの両国を始発駅に設定されてたね。駅縮小の跡地が両国国技館や江戸東京博物館に変わったのぜ。首都高速6号三郷線を過ぎると隅田川だぜ。総武鉄道の力では隅田川を渡る橋を建設することが難しかったので、やむなく両国橋駅を都心側のターミナルとしたんだよね。ちなみにこの隅田川が武蔵国と下総国の境界であったようだぜ。武蔵と下総の両国をつなぐ橋、両国橋なんだねー。浅草橋駅だぜ。2022年度の1日平均乗車人員は 44,804 人。各種の問屋が集まる東京の代表的な問屋街の一つとして知られているのぜ。浅草駅と間違えちゃう観光客が多いようだねー。なので改札に浅草は東口を降りて地下鉄をご利用くださいという案内を出しているのぜ。秋葉原駅だぜ。2022年度の1日平均乗車人員は 19,506 人。山手線と京浜東北線との乗り換え駅だぜ。他にも東京メトロ日比谷線やつくばエクスプレスも乗り入れてるよね。
土日運行の新宿さざ波、新宿若潮は停車するぜ。そして秋葉原の中心街を抜けていくぜ。昔は世界屈指の電気街、今は世界屈指のオタクの街に変貌したよね。さらに中央本線のターミナル駅であった万世橋駅跡地に交通博物館があったのぜ。2007年に埼玉市大宮区の鉄道博物館に移管されたんだよね。主も昔親によく連れて行ってもらったものだぜ。そして神田川の橋梁だね。そして中央線も見えてきたのぜ。上り東京方面をまたいでいくねー。同じ方向の列車を同じホームで乗り換えできる方向別クック線となっているのぜ。おかげで乗り換えが便利だよね。お茶の水駅だぜ。2022年度の1日平均乗車人員は8万139人。総武本線としてはここまでだぜ。この先は中央本線の観光線として引き続き走るんだよね。かつては早朝、深夜帯に限って総武本線と中央本線で運行分離していたが、2020年からは全時間帯が中央総武線各駅停車として運行されているぜ。今回はここで降りるんだね。あくまでも総武本線の駅紹介動画としてだからな。それじゃあお見送りするのぜ。普段乗り慣れてる列車でも見る位置が変わると景色も違って新鮮だったよね。通勤時間帯に全面展望なんてできないからな。でも今回駅によっては紹介しきれなかったところがたくさんあったよね。その点についてはいつか機会があればその駅だけに焦点を当てた解説動画でも作るのぜ。いつになることやら。総武本線お茶の水までの全面展望をお送りしたにょん。車窓とは違った景色がまた新鮮だったにょん。さて、次回はまた別の路線の全面展望をお届けするにょん。今度は東京メガループを勘定するべく、トップバッターはあの黄色い路線にょん。じゃあ今回はここまでにょん。またご縁があれば次の動画でお会いするにょん。チャンネル登録は不要だにょん。それでは、ご視聴ありがとうございました。